佐藤にとってはプロ初勝利がかかる、そんなマウンドにもこの5回の裏はなってきました。はい、その意識がこの2ボールですね。ああ、ピッチャーというのはですね、リードして5回を迎えるとちょっと意識するんですよね。この清水さん、このカーブどうですか。いや、今のよく抜けてますよね、今クイックで行ったんですけど、非常にこのボールの緩急だけではなくてフォームも緩急つけながらね、うまく投げれてますよね。今130キロ台のストレートが速く見えている、トランコ、そんな心境でしょうか。エチェバリアはセカンドベースより守っていました。4キロ、収束が95キロです。宮本さん、このカーブの特徴ですが、昔で言うドロップですよね。そういうカーブ、打ちやすさ、打ちにくさ、あるわけですね。まあ、やっぱり難しいと思いますね。あまり見ない軌道ですから、もう